1年前妻を癌で亡くした。妻は活動的な人だった。地元の人たちとテニスをしたり、お茶会や能の鑑賞会などにも積極的に参加していた。一方私は閉鎖的な性格で、40年以上勤めた町工場の仕事以外にこれといった生きがいもなく、休日は一日中家でテレビを見て過ごしていた。妻とは会話も弾まず、どこかへ行った思い出もない。妻は私といてつまらなかったに違いない。一人でも生きていける人だったから、いっそ離婚でもして、亡くなるほんの数年間だけでも自由を与えてやればよかったのではという後悔もある。妻がいなくなったこの家には、65歳になった私とジョンという犬だけが残った。ジョンは14年前妻が犬の譲渡会で引き取ってきた。朝晩熱心に散歩に連れ出し、可愛がる妻にジョンはよく懐いていた。一方ほとんど世話をしない私にはあまり懐かず、妻の死後も私は最低限の世話しかしていない。ジョン、私が話しかけても反応はなく、14歳の老犬は一日の大半を寝て過ごした。きっとこの犬は妻が全てだったのだろう。これといった生きがいもなく、最後の日が来るのをただ待っているだけ。ジョンの姿が自分と重なった。腹立たしい気持ちになった私は、妻の遺品からリードを取り出し、ジョンを散歩に連れ出すことに決めた。私と散歩をするのは初めてだったが、ジョンはおとなしく歩いた。花が咲き並ぶ路地、小さな公園、犬連れたちがテラスで談笑する喫茶店、きっと妻と何度も歩いたお決まりの散歩コースなのだろう。私はその後ろをただついていくだけでよかった。お、ジョン、散歩か？よかったな。商店街に入ると豆腐屋の主人が声をかけてきた。ジョンはのろのろ豆腐屋の足元に歩み寄り、ぎゅーっと鼻を押しつけた。先へ行くと小さな犬を連れたおばあさんがやってきて、優しく頭を撫でた。ジョンは気持ちよさそうに目を細めた。また先を行くと子供たちが駆け寄ってきて、ジョンの背中や首を撫でた。それからいろいろな人が私に声をかけてきた。妻も生前こういう具合に話しかけられ、会話を交わしていたのだろう。それから私たちは川沿いの土手にやってきた。するとジョンは大きな尻を左右に振って歩き、時々景色を眺めては何かを伝えるように何度もこちらを振り返った。つられて私も土手からの景色を眺めた。追いかけっこをする子供たち、バドミントンで遊ぶ家族、ジョギングをする若者、その手前を大きな川が流れ、川面は夕日をキラキラと反射している。川沿いのベンチの前に来ると
不意にジョンがペタリと座り込んだ。私もベンチに腰掛けると、キーンキーン、金属を研磨する音が聞こえた。目を閉じ音に聞き入る。聞き慣れた音であり、ずっと耳に残っている音、大好きな音だ。閉じた目から涙がにじんできた。そこは私が勤めていた町工場の裏だった。いつもここで私のことを見ていてくれたのか。ジョンがその道を覚えるほどに。まぶたの裏にジョンと工場を眺める妻の姿が浮かんだ。ずっとそばにいてくれていたんだな。ありがとう。涙を拭い目を開けると、ジョンがじっとこちらを見ていた。私はジョンの頭を撫でこう言った。これからは毎日一緒に散歩に行こうな。ジョンは黙って尻尾を振った。